モンスターの技の名称はどうやって決めてるのか教えてください。そうですね、はい、これは、まあ、やっぱりこう日本で作ってるゲームですから、すべての名称は日本語から各言語に翻訳されてると思いがちなんですけど、うん、フォーティーンはちょっと違うんですよ、はい、普通はそうなんですけど、フォーティーンは違います、うん、フォーティーンの場合は、技名をはじめ、アイテム名、キャラクターの名前、敵の名前、うん、プレイヤーのアクションなど、名称関係はほとんど世界設定担当の小田さんと私の合同作業になります、うんうん、で、まあ、アガレといえばチームからの、うん、まあ、概要みたいなのをもらって、テキストベースなのか、はい、映像ができてるものを映像をもらって、小田さんがじゃあこれにしたいっていうものもあれば、うん、こんな感じにしたいけどなんかいいアイデアないかなっていうものもあって、そしてアイデアが全くないからコージ頼むねっていうのがその3段階ある、その段階がある。で最初はそれをもらって、はいはい、そこからいろいろリサーチをするんですよ。ネットを探したりとか、ウィキペディアって、ウィキペディアってもう本当に世話になってます、うん、そうだね、700円寄付した方がいいかなそろそろ最近よく言うやつですね。なるほどね。みんなが700円を寄付すればもうすぐに終わります、ね、すぐに終わります。じゃあとりあえず手始めに給料から毎月いい引いてって700円ダメなんだ。先に進みましょうか。はい、先に進みましょう。はい、で、そこから、私が提案を出して、そこで、まあ、小田さん、まあ、隣に座ってるので、うん、そこを話し合って、ローカライズをするんですよ、うん、英語でのアイデアを日本語にローカライズして、日本語の元のやつを英語にローカライズするっていうのが、ね、まあ、2ウェイみたいな感じでやります。で、例えば、そうですね、トンビリが使う呪いの言葉っていう技名があるんですけど、これ英語だ と、スカージオブニームっていう、かなりこうちょっと響きが違うには見えるんだけど、ここは日本語が最初だったんですけど、はい、で、呪いが入るから普通カースじゃないですか、うんうんうん、でもカースはもういろんなところでもうすでに使われてたので、はい、ここで使うとちょっとこう他のものと間違えられるんじゃないかなと思ってたので、カースと同じ感じの単語を使いたかったんですよね、うん、でそこでやっぱりこうニムといえば、その呪いがニムを滅ぼした呪いっていうことなので、うん、その滅ぼすものとかダメにするもののスカージオブニム、なるほどね、ニムをダメにしたのが呪いの言葉っていう意味で、すごいな感じで、でそこで、まあ、そこから日本語からこうやってローカライズする、ちょっと違うんだけど、はい、雰囲気はちょっと似てる。でその逆のパターンで、まあ、ヘルチャージっていうやつなんだけど、多分これケルベロスが使うやつでしたっけ、うん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 、でヘルチャージがあるんだけど、英語はハウンドアウトオブヘルっていうやつなんですけど、これは先に英語でできてたもんですよ、はい、でこれは、英語の、熟語、ちょっとダジャレで、Like a bat out of hell っていうのがあって、地獄から逃げるコウモリのように速いっていう意味なので、地獄、まあ、ケルベロスだから地獄のイメージと、そのチャージっていう、速くパーンってやるのが、でそこをハウンドアウトオブヘルっていう、バットをハウンドに変えて、しかしこれを小田さんに持っていったら、カタカナにするハウンドアウトオブヘルって、長えよ、長えし、なんかよくわからないなっていうのは。そうでそこで、じゃあポイントが何なのかってなると、減る、やっぱ減るはそうだ、減ると、あとはそのチャンっていう、うん、なのでチャージでいいんじゃないかっていう話で、だから英語と日本語はちょっと違うんだけど、ポイントが当てるんですね、ずれてなきゃいいと。なるほど、はい、なるほどね。日本語はまだ便利だよね。最悪かっこいいな響きって思って、カタカナそんなにずれんではね、そんなね、わざめね、そのカタカナがずるいんですよ、うん、ずるいよね、これは思ったわだってもうこれでよく出てくるのが、例えばあるパッチで、じゃあ雷の拳っていうのをやりたい、うん、じゃあ英語でライトニングフィストで翻訳します、うん、2パッチ後に小田さんからカタカナでライトニングフィスト出したいんですけど、いや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 、ちょっと待ってもう雷の拳とライトニングフィストって違うじゃないですか、うん、一緒ですけどずるいな。なるほどね、カタカナね、確かに困ったらカタカナあるからね、うん、じゃあ次いきますね、はい、まあ、だからさっき言ってたんですけど、ポイントなんですよね、うん、ポイントが大事なんですよね。で例えばその、もう一つ、これも多分なんか質問で今回は多分こう入ってないんですけど、はいはいはい、フォーラムに上がってたのが、アイメリックの話で、そのアイメリックの称号が双剣青い、うん、次の双剣のアイメリックなんですけど、英語版だとアイメリックザブルーになって、うん、でそこで、いやソードどうなってんのよ、あどこ行ったんだよ、どこにいたのかってこれも同じような感じで、アイメリックザブルーにやりにしたくて、うん、でもそれを日本語にしたときに青のアイメリックになると、うん、やっぱ漢字一文字じゃ物足りないから、
小田さんはやっぱ2文字の方が2文字のなんとかの方がいいっていうことだったので、ね、今日本語独特な 2つの漢字の方が呼び名ってね割とね漢字2文字だよ、ね、まあなのでポイントがやっぱその剣っていうところよりは青のところなのでそこを両言語で使うようにということだったんですよ。